タイボアン族は、台湾先住民に属する民族である。タイボアンと書かれることもある。漢字では、大竹族、大満族と表記される。台湾の台南市、高雄市、河連県、台東県に分布している。平保族の一つで、長年、すでに、感化しているとみなされ、現住民族施策の対象になってこなかったが、近年、独自に、文化や、 言語のの復興運動が行われつつある。また、研究者には、白屋族の一種族に位置づけられることが多かったが、最近は独自の民族として主張して活動している。2013年11月15日に、台湾カレン県富里座との合調により、豪ただし原住民と地域には、公的に存在を認められた。民族の名称である大母園は、 台湾の語源と言われているいくつかの説のうちの一つである。2009年8月8日から8月9日にかけての平成21年台風第8号以前は、現在の台湾高尾志向線区小林里である旧高尾県小林村が大母安族の最多の人口であった。また、小林村の住民によって結成され、古老の記憶をもとに伝統株を復元し、 講演活動を行っている、舞踊団、大満米団が2014年9月に、岩手県山田村を訪れ、チャリティ公演を行った。台湾高雄白区亀区町、能にある大母安族の祠。神棚の屋根の,屋根の左右に、カラスの像がある。大母安語、クバ、クーバ、クマ、台湾語、公会。男性の集会所と祠だった。現在はほぼ祠として建てられる。 台南市白河区60、谷部落は旧暦9月14日であるが、大母安族は主に旧暦9月15日に公開でそれ祭を行う。米、貧乏、タバコ、豚肉、酒、餅、ごま油入り取りスープなどを備え、手を繋いで成果を歌う。大竹はタバランを漢字表記したもので、大満は大母園を漢字表記したもの。 コースオッチとット68集体素敵外資、大竹族、https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオーチ、v イコールに YQ 大人ハム2020年4月19日、閲覧。小林村大竹族踏みつるご同期ため西平社家、宮尾族2016年9月21日タイトブ、原始新聞。 https://www.youtube.com スラッシュウォッチ、v コール xln ゴークスククザ。<training> 2020年4月19日閲覧。主例、定言住民富里西へしゃげみ属正まさな、チーム、インターネット、高尾、小林村の大満枚団が7月17日に、岩手県山田町で、チャリティー公演。 台北中日経済文化代表どころ。2020年4月19日閲覧。原英子、小林村大満部用団がやってきた。ありがとうございます。